皆さんこんにちは、ベルムです。今日のテーマは韓国人が認めるダンスがうまい韓国男性アイドルトップ5です。では早速始めましょう。第5位はセブンティーン、星です。星は1996年6月15日生まれの現在23歳で、ボーイズグループセブンティーンのサブボーカル兼メインダンサーとしてパフォーマンスチームリーダーです。星は幼い頃ダンスサッカルで活動しながらダンス大会で1位を取ろうと、幼い頃からダンスが上手かったそうですが、特に星は自分の名前のように普段の可愛い顔と違ってダンスを踊ると表情が完全に虎のようななめつきに変わってしまい、こんな星のギャップにやられてしまうファンがめちゃくちゃ多いそうです。そして星はダンスが上手いだけではなく振り付け師能力も素晴らしいと有名だそうですが、セブンティーンの曲の振り付けはもちろん星で、先輩グループリュイスの振り付け師までしたことがあり、プロの振り付け師たちさえも認めるぐらいのレベルだそうです。だからかセブンティーンは作詞、作曲、振り付けまで全てプロの力を借りる必要がなく、メンバーが自ら作るので自主制作アイドルというニックネームもあって、それに振り付け師までするアイドルは星が唯一だそうです。第4位は BTS、 J-OP です。 J-OP は1994年2月18日生まれの現在26歳で、 V字グループ BTS のサブラッパ兼メインダンサーです。J-OP も星のように幼い頃からダンス経験があり、 J-OP は自分の出身地광주を代表するヒップホップダンスチームニューラン出身で、同じ광주出身の東方神起ユノ、トゥエニオンミンジと同じく광주でダンスをしている人なら J-OP を知らない人はいなかったというほどすごく有名だったそうです。そして他のアイドルと違ってストリートダンサー出身だった J-OP はアイドル振り付けももちろん上手ですが、ヒップホップダンスとポッピンダンスがもっと上手で、ヒップホップダンスが主となるソウル曲チキンヌードルスプ発売当時、アイドル出身ソウル歌手の中で21CA に続きビルボードアット役入りした2番目のアイドルとなり、ヒップホップダンスの本場であるアメリカでもダンスの実力を認めてもらい、そのおかげでヒップホップダンスはあまり人気がなかった韓国でまでも J-OP の影響で今はヒップホップダンスがものすごく人気になっているそうです。第3位は BTS、 ジミンです。ジミンは1995年10月13日生まれの現在24歳で、ボーイズグループ BTS のリードボーカル兼メインダンサーです。ジミンは幼い頃現代舞踊を専攻していて、旧籍で留学するほど現代舞踊がすごくうまく、現代舞踊をしながらポッピンも習っていたそうで、いろんなポッピン大会で1位になるほど上手だったそうです。そしてジミンはダンスをするときアイドル振り付けに現代舞踊とポッピンを混ぜたスタイルなんですが、現代舞踊の表現力と柔軟性、そしてポッピンの強弱調節をしたダンスで多くの人を魅了しているそうです。だからそんなジミンのダンスを見た多くの人たちは、無限的だ、芸術的だ、芸深いと莫大な絶賛をし、少し前までは力強く男らしいのが流行りだった韓国アイドルの振り付けが、今ではジミンの影響で少しずつしなやかに変化してきたので、韓国アイドルファンの間ではジミンのおかげで韓国アイドルのレベルが上がったという言葉があろうと、ジミンのダンスは K-POP 文化にものすごい影響を与え、今はたくさんのアイドルたちにも尊敬されているそうです。第2位はシャイニー、テミンです。テミンは1993年7月18日生まれの現在26歳で、ボーイズグループシャイニーのサブボーカル兼メインダンサーです。テミンは小学6年生の時、2年間合格者が1人もいなかった SM 土曜日公開オーディションでポッピンダンスだけで合格をしたほどものすごい実力者で、ソロデビューを準備していた当時現代舞踊まで学び、 BTS ジミンと似ていて振り付けにポッピンと現代舞踊を混ぜて踊り始めたそうですが、さっきもお伝えしたようにその当時は力強く男らしい振り付けが流行っていたので、テミンの振り付けを見た多くの人は初めて見るスタイルだったのでびっくりして、テミンのダンスを見た後見る目が高くなって他の人のダンスが見れなくなりそうという反応もあったそうです。そしてテミンのスタイルを真似するアイドルが何人かいたそうですが、テミンだからかっこいいんだ、
とからかう人も多かったほど、テミノダンスは誰にも真似できない自分だけのスタイルを確実に作り上げ、それを見た多くのアイドルがテミンに憧れ始め、テミンはアイドルたちのロールモデルランキングで1も1位を占めているそうです。第1位はエクソ・カイです。カイは1996年1月14日生まれの現在26歳で、 V 字グループエクソのリードラッパー兼サブボーカル兼メインダンサーです。カイは幼い頃からバレット、舞踊を習っていたので、テミン、ジミンと似ていて、アイドル売りつけにバレット、舞踊をうまく混ぜたスタイルで、5年間の長い練習生をしながら全てのジャンルのダンスを踊ったことがあるので、カイが練習生だった当時、アイドル練習生の間でダンスの天才と呼ばれていたそうです。なのでカイは誰が見てもデビュー確定メンバーで、 SM 関係者の間では SM の歴代メインダンサーの東方神起ユノ、シュポジュニアウニョク、シャイニー、テミノを超える人材と評価されたそうです。そしてカイは単に天才だからダンスが上手いわけではなく、ダンスに対する情熱と努力はすごいと有名だそうですが、カイがプロの振付師と一緒に振付を制作した当時、振付を一度ずつものすごく細かくチェックし、神経質なカイの姿を見た振付師は、カイがもしアイドルじゃなくて振付師だったら、カイの振付を受けるアイドルはすごく大変で苦労すると思うといたそうで、天才ながらも休むことなく努力した結果、アイドル100人が選ぶダンスが上手いアイドルランキングでいつも1位を占めているそうです。今日は韓国人が認めるダンスが上手い韓国男性アイドルについて調べてみましたが、面白かったらチャンネル登録といいねお願いします。では次の動画で会いましょう。またねー。